はい、こんにちは。桜井健三です、えー。今回は何が予後不良因子についてお話をしていきます。えー、多発性硬化症の治療薬を選択するときに皆さんどのように選択されたでしょうか自分で選んだ方もいると思いますし、主治医の先生からこれを使えというふうに言われて選んだ方もいると思うんですけども、多発性硬化症の治療薬、特に病初期ですね、一番初めに何を使うか、あるいは早いうち何を使うかというのは、 今後の長期的なことを考えたときに非常に重要な選択になってくるわけですので、ぜひですね、皆さんがですね、どういう材料をもとに薬を選んだらいいかというですね、この材料をですね、今日少しお話ししていきたいと思います。その材料の一つが予後不良因子ということになってまいります。今回のポイントはですね、全体を見て当てはまるものが多い場合には、効果の高い薬剤をということになって できます今回の内容、こちらの3つですね。1つ目が予後不良因子とは、2つ目が具体的な因子、そして3つ目はどう対応するということになってまいります。この予後不良因子ですけれども、我々薬を決めるときにですね、これだけではなくて、いくつかの因子のを組み合わせて薬を決めていくわけですけれども、 その中でもですね、まあ、それなりに重要視している因子の一つになっています。で、多発性効果症にとってですね、これからもですね、有用性の高い情報を発信していきたいと思います。MS の方、ぜひチャンネル登録をですね、よろしくお願いいたします。では早速ですね、一つ目、予後不良因子とは、についてお話をしていきます。これはですね、文字通りですね、予後不良因子というのは、これを持ち合わせていると、 数十年後ですね、この多発性効果症が悪化する。すなわち身体的あるいは脳の機能が低下する可能性が高いというような因子になっています。で、にの言葉にですね、疾患活動性っていうのがあるんですけども、疾患活動性はこの今病気が荒れてる荒れてないということを示すものになっていて、また少し違うものになってくるんですね。で、この予後不良因子というのはですね、残念ながらも決められたものなんですね。就職不能。すなわち頑張っても、 中なかなか修正することができない持ち合わせた因子になってくると。これ頑張ってなんとかなるのは疾患活動性の方なんですけども、まあそういう意味でですね、あ,あ、そういうものを自分が持ってるんだというところで、こう背景の要素として今回理解していただければよろしいかなと思います。で、この予後不良因子っていろんなところでこう報告されててですね、一応ではないんですけども、まあ大体同じようなことが出てくるんですね。で、 まあちょっとそうやってもぼんやりしちゃうので、今回は一つ2019年の論文を参考にして、それを軸にこうお話をしていくということにしていきたいと思います。あらかじめお伝えしておきますけども、この予後不良因子一つも持ってないって方はですね、まずいないと思います。えっと、1個や2個じゃなくて結構な数、おそらく皆さん当てはまると思うんですけども、気にしないでください。それがほとんどの方ですのでね。それからこの予後不良因子の中の具体的なものの中でもですね、 ちょっとこうボンヤルとしてこれ自分に当てはまるのかな、当てはまらないのかなというのもあると思いますけども、まあこうなんとなく聞いていただいて、まあ自分の判断で構わないし当てはまるものは当てはまるんだなという感じで聞いてもらえればそれで十分かなと思います。じゃあ第2番ですね、具体的な因子についてのお話をしていきたいと思いますけども、ここはですね、あの、3つに分けてお話ししていきましょう。1つ目ですね、えと、背景や環境因子についてですけども、 まずは、えっと、発症時どのような状況であるかということなんですが、一つ目は高齢であること。で、高齢というのは多発性効果症としての高齢ということで、発症が30歳ないしは31歳を超えている方。これ、予後不良因子になってくるわけですね。それから男性、あとタバコ吸ってる方。これも予後不良因子です。で、タバコはまたどっかでお話しようと思うんですけども、基本的には吸ってればなりやすいし、再発もしやすいし、進行もしやすいということで、 タバコに関してはある程度就職可能、つまり禁煙に持っていくということが重要になってくるわけですね。それからですね、人種ではヨーロッパ系以外の方ということで、日本人は予後不良飲酒をすでに一つ持ち合わせるということになってまいります。それからビタミン D が低いというのも関与していると言われるんですけれども、ビタミン D ってですね、この日を浴びて体の中で生成されるんですね。 多発性硬化症ってこうヨーロッパとかアメリカとかオーストラリアとか日本だと北海道と北とか寒いところに多いというのは有名なんですけどもう少し正確に言うと高緯度の地域に多いわけですね。で、高緯度の地域っていうのは日光の照射時間が短くなりますのでビタミン D が定値になる。どうもこれが関係しているんじゃないかというふうに一つ言われています。それからですね、平存疾患が多数ある方というのも予防不良因子だと。 いうふうに言われています。じゃあ、二つ目のものですね。えっと、臨床症状。どういう症状があると予後不良かということですけども、えー、まずは再発頻度が高い方。それから初発から2回目までの発作が、えー、期間が短い方。要するにこれ、疾患活動性が高いというようなイメージだと思うんですけども、ポン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 と繰り返していってしまうような方は、一つ予後不良因子ですね。 ただ、これはおそらくですね、薬で抑え込むことがある程度できると思います。それからですね、初発症状が治りきらない。これも予後不良因子ですし、診断時に何らかの障害は既に残っている方。これも予後不良因子。これってでももしかすると、昔の視神経や脊髄炎が混じっているのかもしれないですね。例えば、えー、視神経炎を起こして、発生効果症初発だと大半の方が元に戻るかと思うんですけども、そうじゃなくて視力の低下が残ってしまった。 というですね、これよく視神経脊髄炎であることだと思うんですけどね。昔の少し古い方も入ってると思いますので、そういう視神経脊髄炎の方のデータがちょっと混じり込んでる可能性はあるかもしれないですが、一応そういうふうに障害が残,すか残,残る方、あるいは既に障害が出ている方は予後不良飲酒になってくるというわけです。それからですね、様々な症状で発症する方も予後不良飲酒ですし、もう一つですね、 これ大事なのが早期からの認知機能の低下ですね。認知機能はまたどこかで必ずお話しますが、一番守るべきものがですね、早い段階から出てきている方というのは、予後不良因子。これ非常に大きいウェイトを占めているもんじゃないかなと、個人的には思っている次第です。それから一時進行型。これも予後不良因子なんですけども、脱成硬化症、多くの方が再発寛解型と言われて、再発して治って、再発して治ったと。この時期にあるわけですね。 で、ある程度、時期が来ると二次進行型、再発とは関係なくだん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 こう悪くなるという時期に来るんですけども、そうではなくて、病初期からだん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 こう進む方、これが一次進行型の多発性効果症と言われて、日本人非常に少ないと言われますけど、まあこういう方は確かにですね、予は悪いかなという印象はあります。すなわち、この臨床症状のところをまとめるとですね、初発後ですね、障害なく寛解して、そして2回目までの発作が、 え、長い、あるいは2回目が起きてないという方はですね、まあ、比較的用語はいいと考えてもらってもいいのかもしれないですね。それから3つ目がですね、検査所見から見る予語不良因子なんですけども、まずはオリゴクローナルバンド。これが陽性の場合は用語不良因子になってくるわけです。で、日本人の7割、欧米人の9割が陽性ですので、まあここはほぼ1つカウントされるということになってくるわけですね。それから MRI で病巣の数が多い。 は病巣が大きい方。こういう方も予後不良因子ですし、有名なのがですね、脳幹、それから脊髄、小脳ですね。つまり大脳じゃないところに病巣があるような方。こういう方ですね、少し進みやすい、機能予後が悪い、歩き、歩けなくなったりするのが早いんじゃないかというふうにも言われますので、脳幹、小脳、脊髄、この病変がある方というのは予後不良因子になっていきます。それから認知機能と同様ですけども、脳の萎縮ですね。 脳萎縮が目立っている方は、予後不良因子。これは言うまでもないかなというふうに思います。それからですね、眼科の検査、OCT 検査というのがあって、網膜の断層面を取るような検査なんですね。で、そうすると網膜の厚みがわかるんですけども、この網膜の中の RNFL というところですね、こういう一層があるんですけども、そこが薄い方ですね、それも予後不良因子と言われています。これなんだという話なんですけど、この RNFL っていうのはですね、 脳の萎縮と相関していると言われるんですね。つまり、脳が萎縮しているとそこの層も薄くなっている。なんて言われるんですね。なので、つまりそこが薄いということは脳が萎縮しているということを示していますので、この OCT 検査、眼科からですね、眼科の検査から予後不良因指定のチェックするということも可能であります。で、多発性効果者の方、おそらく眼科受診している方も多いと思いますので、一度この OCT 検査をしていてですね、RNFL ですね。 それをチェックしていただくとよろしいかなというふうにも思います。じゃあ3つ目ですね。どのように対応するということなんですけども、まずこの用語不良因子を確認してですね、まあ、他の因子もあるわけなんですけども、この用語不良因子がまあ1つ2つと非常に数が少なかった場合はですね、えー、治療の強度を少し緩めでもいいのかもしれないと。えー、と安全性を多少重視してもいいのかもしれないんですが、 まあ、ほとんどの方がですね、一つや二つじゃ済まないわけですね。おそらく何個も持ってると思いますので、なのでよくある話になってくるんですけども、有効性の高い薬剤から始めないと脳を守りきれないということになってきます。具体的にはタイサブリ、ケシンプタ、ジレニア、イムセラ、それからせいぜいテクフィデラ。ここまでの薬剤から薬を選択するということになってきます。でさらにですね、予後不良飲酒が多い方、まあ多いは何個以上多いとかいうルールはないんですけど、 多いなと感じる場合には、体、えー、サブリや化身タといった有効性の高い薬剤をあえて選択していく必要があると思いますし、実際、私もこの予後不良因子何個から多いというのはないんですけど、やっぱりしっかり脳を守るという意味でもう最近ではこの体サブリか化身タでしか治療もほとんど始めなくなったかなというふうに思います。で、この体サブリや化身タの薬剤そのもののメリットデメリットに関してはまた別の動画でお話ししてますので、 そちらを参考にしていただければと思います。で、まあ、いつもこれ同じ話になるんですけども、絶対に忘れちゃいけないのがなんで薬を使って多発性効果症を治療してるかということを忘れないことですね。まあ再発を抑えるために治療してるわけじゃ全くないですね。その先20年後、30年後に脳をしっかり守る、脳が萎縮しない、傷をつけない、脳を守って今のできるだけ今の状態のまま30年後を迎えるということが 一つの目標で治療しているわけですね。そういった意味でですね、はじめにこの予後不良因子いくつもあって、それで治療強度を落とすというのは、まあ、運よく30年後を迎えればハッピーですけれども、まあ、確率論からすれば強い薬を使った方がですね、その薬のデメリットのよる障害よりもメリットで得られる効果の方が高いわけですので、だから有効性の高い薬剤をはじめに使うと。 いうことが非常に重要になってくるわけです。なので、病初期、それから、まあ、早い段階で違う薬を使っている方はですね、その体差ぶりや消臭部隊の切り替えというのは検討されるというのかもしれないですね。それからですね、ちょっと話が変わってくるのはですね、50歳あたりをめどに、それ以上の方ですね、60歳、70歳、まあ、55歳とかですね、そういう方はちょっと話が変わってくるかもしれないです。この多発性硬化症の病気の疾患活動性というのは年々落ちてきてですね、 歳歳から50歳ぐらぐいいいでこう大体病気が落ち着いていくと言われますよねそうすると今こう例えばテックフィデラーとかもう少し弱い薬を使っていて55歳60歳毒に再発とかもないけども予後不良因子がいっぱいあるということでその段階で体サブ部位やシンプトに変えるという理由はあまりないかもしれないですね。 少し50歳を超えてきている方に関しては、他のマーカーですね、疾患活動性とか別のマーカーも加味して薬を選択されるといいと思います。予後不良因子だけで落ち着いているにもかかわらず治療強度を上げる必要は50歳以上の方はないかなというふうにも考えています。はい、今回のまとめですけども、何が予後不良因子ということについてお話をさせていただきました。えー、っと、結論としては全体を見て当てはまるものが多い場合には、 効果の高い薬剤をということになってまいります。こ、ま、の、あ、発生効果症の薬の選び方ですね。もう本当に極論言っちゃえば、化しんぷと体サブリがあれば、少なくても病初期はですね、この2択ぐらいでもいいのかななんて個人的には思っちゃうぐらいですけどもね。まあ人それぞれ考え方もありますし、もちろんそういう薬剤を使わなくてもうまくいく人もいますのでね。まあぜひですね、今回の動画も参考にしつつ、 ご自身の薬を見直していただくとそういう機会になればいいかなと思います今回の情報少しでも役に立ったと思っていただけるようであればチャンネル登録もよろしくお願いします最後までご視聴ありがとうございまし